よいしょ、終わった。なんか今日のランチもめちゃくちゃ混んだな。ねえ、マジで忙しかった。夜の予約もいっぱいだし、すぐ準備しないとじゃね。でも予約いっぱいは本当嬉しい。ありがたいよ。それな、イケメン双子が働く海辺のカフェってネットで紹介されてからすっげえ忙しくなったもんね。ね今日なんて飛行機に乗ってきましたってお客さんいたし。あ、それ聞いた聞いた、すごいよね。コツコツ頑張ってきてよかった。繁盛繁盛。俺らが有名になったのがきっかけでこの店が流行ったけど、あいつが作るスイーツも評判いいからね。リピーターさんのほとんどがあいつの週替わりスイーツだったりするの。そうそう。俺目当てじゃないのって切なくなるときない？あるある。でも内心あいつのスイーツが褒められるのすっごく嬉しくてさ、めっちゃ努力してるの見てるから自分のことのように喜べる。寝ないで新しいメニューの試作とかやってるもんね。あいつマジで頑張ってるよね。さてと、片付けて足すもの足して、あ、こっちも洗い終わる。ああ、毎日続くといいね。これな、夜も忙しくなんね。てかあいつ、いつまで砂浜で遊んでんのかな。またあのワンコと自分も犬みたいになってはしゃいでるし。あのワンコ見かけると営業中なのに飛び出していくのだけは注意しなきゃだね。ほんとそれ。何度も言ってんだけど聞いてないんだよな。もうラストオーダー過ぎたからちょっと行ってくるって。言い終わる前にどっか行くし。そういうとこ俺ほんと好きだけどね。無邪気で素直で、いつもキラキラコロコロ笑っててさ。子供か犬かってくらいに純粋無垢なんだ。いやいや、お前注意されてんだろって突っ込みたくなるけど。そこがいいとこ。やっと笑えるようになったね。一生泣き顔のままなのかってくらい落ち込んでたからすごい心配してたけど、よかった。でね、もうあいつの笑顔を見ることができないかもって。あの時脳裏をかすめたからね。あの時はほんと大変だった。兄弟同様に一緒に育ったワンコがお空に行っちゃったって。空見上げてワンワン泣いてさ、何もできなくなって、カフェも営業できなくなって、それな、あいつがいなきゃ何にもできないんだなって痛感してさ、俺らマジで何の役にも立ててねえってがっかりした。な、本当に役立たず。そうだね、俺ら本当にあいつに甘えすぎだと思う。ってことで、俺らからのいつもの感謝の気持ち、喜ぶといいね。いつも甘えてごめんね、と、いつもありがとうの気持ちも、それと、これからもよろしくの気持ち、だね。はーい、いつまで遊んでんだよ。ランチ終わったから夜の準備するよ。早く帰ってこいよ。あと10秒で帰ってこないとお仕置きだぞ。いや、10秒は無理だって。いや、見ててみ。あいつ50メートル走で県大会出てるから、クソ早いよ。え？いや、すっげえ早い。てか、お仕置きってなんだよ。それでいつもあいつのこと脅してんのかよ。脅かすとか言うなよ。手足がんじがらみにしてくすぐるってだけだし。ああ、くすぐり弱いからね。って、それでイチャイチャしてるとかないよな。俺のいないところで抜け駆けすんなよ。いや、そんなの知らねえし。抜け駆けするもしないも俺の勝手じゃんな。あいつが良しとすれば内緒でイチャイチャしてもいいんじゃない。うわ、ほんとそういうとこ子供の頃からずるいわ。兄の特権とか言っていつも奪って独占してたし、次やってんのバレたらマジで許さないからね。余裕なさすげ。だせ。あ、おかえり。ずいぶんと楽しそうだったみたいじゃん。でもな、まだ営業中だからね。遊びに行くのはちゃんと営業が終わってからだって言ったよな。前にも言われたこと忘れたのかよ。悪い子だな。コツンすっぞ。へへ、じゃないって。なんとかいいんだ。俺ら照れすぎかも。大丈夫かな。大丈夫じゃないと思う。よっしゃ、ここおいで。はい、ここ。あ、いや、じゃあ、俺はこっち。ぎゅだいぶ笑えるようになったな。俺安心したよ。
ほっとした。すっげーよかった。どんな甘えも好きだけど、やっぱ笑ってる顔が一番好きでさ。もう一生お前の笑顔見れないんじゃないかって心配してたよ。でだ、そんなお前さんに日頃の感謝の気持ちを込めて、プレゼントがあります。喜んでくれるといいんだけど。てか喜んで。見て。このね、また、この、一番後ろにいる、よいしょ。ちょっと待って。早くして。この一番後ろ。みんなに踏まれちゃってる子犬ちゃん。そう、この子。うん、ぬぼーっとしてる一番どんくさい子。うちに来るよ。お前、こういう子が好きなんだろ？この前、俺ら二人で見学に行って決めてきちゃった。なあ犬の匂いした？俺ら性格も犬かと思ったら嗅覚も犬かよ。だからやけにクンクンしてきたんだ。まさか犬に会ってきたなんてバレてないよなって思ってたけど、バレかかってた？うん。もう少し大きくなったらうちに来るから準備しよう。名前も決めないと。買うものリストも作んないとな。俺ゲージ置くところも考えなきゃ。うん、もう汚い手で涙拭くなって、顔が泥んこになる。俺の服で拭いて、お前の手よりも綺麗だからさ。そんな泣くなって。俺らが泣かしたみたいになってんじゃん。いや、俺らが泣かしたんだよ。でも喜んでもらえて一安心。たださ、やっぱり約束ね、しないとダメだと思うんだよね。それはそう。ワンコに夢中で俺らのことほったらかしにしそうだし。じゃあまず帰ってきたら一番先にただいまとお帰りの牛ね。ワンコよりも先。いいね。んで、ちゃんと食後に必ずイチャイチャタイムを作る。こうやってさ、前後でお前を挟んでギューしたりキスしたり、耳にチュって、うん、もちろん口にもね、もちろん寝るときも一緒な。ワンコと一緒に寝るって言い出すのよ。今まで以上に甘い時間にする。寝るときは左右から挟んで、もう無理ってくらい耳を責める。毎日毎日俺らに耳責められるの。溶けるまで逃がさないよ。とにかくワンコよりも俺らを優先すんの分かった？絶対逃がさないけど。ワンコ見たら店ほったらかしにして遊びに行っちゃうくらいだから、すぐ約束破りそうだけどね。破ったらお仕置き。分かってるよな。分かってんじゃん。くすぐり弱いからこのお仕置きが一番嫌いって言ってたし。どんなに謝ってもずっとくすぐっちゃうからね。息が止まっちゃうくらい笑っててもらう。ワンコの世話も大変だけど、俺らの相手も忘れんなってこと。今まで以上じゃないとダメ。今まで以上に欲しがる。マジで。ついてきなよ、ちゃんと。よし。ドロンコのまんまお前のこと抱っこしたから俺もドロンコになる。ていうかエプロンに汚れた。それじゃ店に立てないね。一緒にお風呂入ろ。綺麗にしてやっから。手が滑って変なことするかもだけどごめんね。くまなく丁寧に洗わないと。甘い声出させちゃったらごめんね。じゃあ行くよ。ワンコも楽しみだけど、俺らのイチャイチャも楽しみだね。今まで以上に愛してやるから。好きが溢れて止まんないけど。はい、万歳。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とツイッターフォローよろしくね。明日は今日より少しでも幸せな日になりますように。いい夢見ろよな。おやすみ。